405号室に行くってこと？エクサクトリー、正解です。アスピレイ、ちゃんと行ってください。何ですか、それ。404階は行けないんだよね、5階からだよ。マジ？あの部屋行くの？はい。だって息子、あそこに行ったってこと？息子じゃあ。うーわ、めっちゃ行きたくない。空いてますよね。なんでここ空いてんの？空いてるって、ここが入ったんでしょうね。ここ403だよ、だってここ。違うよ。はい。違うよ。ここ行かなきゃダメ？あ、行きませんか？何かいそうな予感が。行ってみましょう、しりこさん。何があるかわかりませんが。だよー。なんか変なのいっぱいあるよ。なんかマウスの写真みたいなのいっぱい置いてある。何これ？よーく見てください。何があるの？なんもないよ。わ、なんかブオーっと音する。気持ち悪い音する。何？何これ？何が置いてあったんでしょうね、ここには。ゴロゴロ言ってる。なんだ？オープンクローズ。何？いや、もうやだやだ。音がやだ。あ！え？襖が交差した。え？まだ行けないってパスがあるんじゃないですか。お、なんもなんもないよ。いないよ。落ちください。最初の場所。最初の場所。よくご覧ください。お、さあ、こうして行きましょう。なにこれ、通るな。なにこれ。トイレ。なんもない。ちょっと、なにこれ。これ。バスルーム。これなんもない。バスルーム。はい、バスルームなんもない。鏡を見てください。鏡？Cでしゃがむ。Cでしゃがむ。なんで、そ、え？何もあります。外が見えるよ。でも出れないよ。先ほどどこか開かない場所がありませんでした。あ、ここ、あ、いた。え、お子様登場です。え、なにこれ。え、持った。持ちます。幼児。え、めっちゃ回ってる。くるくるします。あ、開いてる。正解です。ゾワゾワした音なくなった。え？じゃあ、お子さんを。この子、どこの子だっけ？205室。よし。ああ。ああ。あんま向かい、あんま動くと、バグるんです。あ、はい。なに？なにこれ。なんでしょうね。1階に着いちゃった。どこ。荷物が来てる。なに。新しい荷物追加されたようです。うわ、ほんとだ。あ、お金だ。なんでこれ荷物追加されたの？よい、拾ってください、すべて。はい。拾えないよ。え？ああ、多分荷物いっぱいなんですよね。多分届けてあって、だからそれで1万円届けましょうか。最初の、最初の。何これ？どうしたらいいのこれ？1万円は？ええ、
1万円1万円この人また。あ、今って1万円じゃないですか。朝105号室のゆきちさんが歩いてるのが見えた。対処をしているみたいだし、殺人人なのかもと思って話しに行ったんだけど、弱者が何のようだ、金を持ってないただの役立つなんて見たくない、二度と俺の前に現れなんて。いっぱい下打ちもしてたし、機嫌が悪かったのかも。あんな言い方されるなんて。あ、誰かのこと言ってしまう。うん、誰だと思います？最初にゴミ箱に捨ててあった人です。ああ、公平だ。そうです、公平さんと。いわばです。おへえ、ですね。で、202から行けばいいか。じゃあ、はい、これ登るの？はい、そうです。これまあ言ったら網だくじです。え、何これ。網だくじになってるんで、行ける場所がどこからどうするかというのを考えちゃいけない。パズルパートです。これパズルパート？あ、ちなみにあのエレベーターないです。あ、で、あの1個ずつしか行けないんで、今のとこからがスタートです。だから、え、階段は？あ、開けないです。上がれない？本当だ。なんだこれ、ここから登るしかないの。はい、ここから網だくじ。網だくじってどういうこと？あの網だくじみたいな、上上がれる道が決まってるんですよ。あ、これか。ええー、ここ届けないから関係ないんだね。じゃあ関係です。うーん、お探しください。303は3階か。ここ305、あんまり5もない。はい、どこまで今見たら右手に2個あるじゃないですか。うん、行く場所。あ、ここも行けるってこと？ええー、あ、じゃあここだ、きっとどんどんやっていって全部音を消すっていうのが今回の一緒。あー、202。はい、202。はい、なんだこれ。え、日記。赤ちゃんが歩いた、とても可愛い、僕は子供は好きだ。あれは202号室のマリコさんの子の子供だ。マリコさんこっちに気づくと同時に子供を抱っこして連れて行ってしまう。悪いものが映るわって。僕はバイキンか何かなの？え？ねえ、浩平さんちょっと扱いが悪いね。401かな？じゃあ次。401だ。あ、あれ？閉まってるな。あれ？よく見てください。端っこがあるかどうか。あ、上に行けるの？はい。なんだこれ。網だくじです。5階です。はい。あ、5階2502行けるわ。はい。はい、今日は502号室のエリカさんに猫缶あげた。自分も犬を飼っているから仲良くできればいいな。ほんとキモいって言われたけど、動物好きな人に悪い人はいいな。キモいは傷ついたけど。あ、確かに。お、ありましたね、端っこ。ここだ。401号室行きだ、これで。正解。ここのあれじゃん。うる。はい。あの人じゃん、これ。お手紙です。ミチルさん。401号室のミチルさんと年が近いから仲良くなると思ってたんだけど、部屋から出ている姿を見たことないから、401号、初めて見ることに。3回目でやっと出てくれたんだけど、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよ。で、それだけ言ってすぐにドアを閉められちまう。どういう意味？めちゃくちゃ嫌われてるじゃん、浩平。はい、おばなんです。え、ここもう進む道ないんだけど、あれ？じゃあ、お戻りください。よし、さ、あの、そっちでもう一個橋がある。あ、これだ。はい、はい、206はここだ。はい、はい、夜206号室の竹代さんが段ボールを運んでいた。手伝いましょうかって言ったんだけど、どれ馬が何を手伝ったんだよ。手伝う暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ、高いのお荷物か。で、僕周りからそんな風に思われてるのかな。あ、辛辣。
めちゃめちゃ辛辣です。305号室、はい、上か。はい、305。お、なに、これどこですか。なんか勝手に始まったよ。ええ、305号室の有田さんは学生さん、バイトもしてて頑張り屋さんで応援したいと思ってる。初めてすれ違ったから挨拶しないとって思ったらストーカー怖って言った。周りは誰もいなかった。僕のことストーカーなんてしたことすらないのに。え、勘違いって怖いです。で、今先生はどこ行きました。エレベーター。はい、正解。エレベーターに行けん。エレベーター。え、これさ、遠くないエレベーター。え、全部来た道戻んの。ええ、マジ。ショートカットはないです。行きましょうか。これだ。待ち目なんですけど、待ってください。はい、そこ入った後絶対動かないでください。動くとバグるんで時あるんで続け注意してください。なるほどね。でここに行きます。じゃあ、はい、入っていいのよね。あ、もう入っていいです。で、動いちゃダメ。はい、これ待っとき。え、何回。あ、もう待っとき。手でどっかパチパチってボタン押してくれたらすぐ来るんで。エレベーターが向かいとか押せばいいの。ええ、閉まるボタンとかどうする。閉まるボタン押せずない。出ないよ。あれ、じゃあ一回出てもらっていいですか。何今の。何これ。え、なんか変なの持ってるよ俺。いやいや、子供す、変なんじゃないです。何これ、はい、ここにあげんの。はい、はい、返す。え、何、あれ帰ってきたってこと。はい、お戻りになられました。え、ちょっと見に行きますか。え、右の方まっすぐ。ここ、ええ、ほんとまっすぐ。なんでペットボトル使いますよ。ペットボトル、ええ、ほんとまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。え、犬が、あ、誰か、あ、犬だ、かわいい。なに、ええ、これ、これ、お部屋、新しい環境にはもう慣れた。アパートの皆さんと仲良くなるように頑張ってって言ってたけど、仲良くなれたかい。それでもあんたのことを分かってくれる人がいたらこっちのもんだよ。お部屋がとても優しい子だってことはお母さんが一番よく知ってるから、他の人にも伝わることを祈ってるよ。まずは一人に仲良くなれるといい。それと仕事のことはゆっくりでいいから、きっと良い巡り合わせがあるからね。焦って決めてもろくなことないから。お部屋は悲観的に考えちゃうやつだけど、何でもプラスに考えるようにしてみて、世の中捨てたもんじゃないってことは分かると思うよ。そういえば犬ちゃんも元気かい。アイキチって名前だっけ。母さんにも早く見せてほしいな。仲良く楽しく暮らしてね。はい、以上です。犬キチ、そうですね、また荷物を見ましょうか。ここに荷物、はい、荷物ってどこ、最初の、ええ、最初。わ、なんかいる。あ、え、逃げた。え、あれ、誰でしょう。誰あれ。でも、犬と仲良くしますか。仲良くしてた。ええ、もしかして公平。可能性は高いです。なんかあるよ。これ何、
え404号室だってまた行くの？あら向かってください404なんかな、でもさっきまで404の部屋なかったはずなんですけど、あ、確かになんでじゃあるんですか。うわーマジーそういうこと。ここだってここ 5号室だもんね。マジか。しかもさ、305の上じゃん、ここ。何があるんでしょうね。行きましょう。もうやだー、もう行きたくない。ねえ、行きたくない、ここ。あー、やだよ。行きたくないよ。あー、浩平くんちだ、ここ。ねえ帰ろう。これ帰っちゃうんですか。もう怪しいもんだってこれ。冷蔵庫見ていかないと。もうやだ、開ける開ける、やだ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 、何これ、どうやって開けんの。お嬢さん、左の襖もなんか開けた方がいいんじゃないですか。え、うわー待って、ちぃぃ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 、何この人、どうしたの。あ、ま、あ、え、立ってるよ。え、ちょっと見づらくなっちゃってて分かんないんだけど何、どうしたらいいの。え、何、え、なんて、なんて、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、え、なに、誰が死んでたって、二人死んでたよ。え、え、さあ大屋さん視点でございますというわけで、大屋さん視点、ええ、どういうこと、あの部屋で何が見に行く、おやさんして、え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 、薄塩、ええ、あ、懐中電灯です。懐中電灯、え、まだ行くの。はい、え、行くの、あそこ参ります。もう行きたくないよ。もうなんだかよく、あ、閉まっちゃったよ。あれ、何これ、階段行きますか。じゃあ階段だって行けないじゃん。あ、いた、行きました。行きたくねえ、行きたくねえ、なんでまた行かなきゃいけないのさ。やっぱり大家の管理に行かないと、部屋の管理。大家さん、大家さんって大変な仕事なんだな。うわっ、もうこの開き方が怖いもん、これバーンって。はいはい、うわっ、なに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 、これ何や、どうなってんこれ。なんだなんだ、え、なに、これ誰、誰なんでしょうね。大家さん、大家さんは国鉄です。大家さん自分だよね。倒れたじゃん。なにこれ、え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 、どういうこと。おしまい。え、何が起きたの今の。浩平さんは一体どこにいたんでしょう。
おじさん死んでたんじゃないの？まあ、もうここまで行ったから、まあ、ちょっと種明かしするんですけど、うん、あの冷蔵庫にあった部屋に浩平さんの体があったんですよ。本当は死んでたの見てないんですよ。本当に？そう、開かなかったんだよ。最初のとこに浩平さんの、あの、うん、首が切られた死体があったんですけど、本当は、うん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 、すごい、なんか女性水に、うん、そうしちゃって、というエンドでございます。だ、浩平さんがなんか住み着いた化け物エンドみたいな感じです、多分。うーん、悪霊として。まあこうやって言うと、ちょっとなんか、まあまあ最後どうやってしまったんだろうみたいな、こう、まあ、自分で考えてる系な、まあ、エンドだったんですけど。ああ、なるほどね。最後の結局あれは何だったんだろうみたいな、もう答えを出すんじゃなくて、答えはみんなで考えてねみたいな感じ。うーん、ホラーゲームが今回のゲームです。いやー怖い。びっくりするわ。一番あのエレベーターから出た時に黒い服の人が襲ってきたのがめっちゃびっくりした。あー、あれが多分ストーカーです。あー、なるほどね。あれで浩平くんではなかったです。あー。あ、転がってたじゃないですか。なんかストーカーに。うんうんうん。いや、なんか久しぶりにホラーやったな。まあそんな怖くなかったですよ、言うて。まあまあちょっと驚くとこ多かったんで。怖いけど、まあ、短めだから良かった。あ、そうそうそう、うん、なんか具合悪くなる前に終わってくれて良かった。確かに確かに。はい、というわけでね、じゃあまた次回の動画も見てください。はい、バイバイ、またなー。